中、歯型オスとその後に、メス2匹、ダイオウヒラタクワガタを挟んで下に、両歯型オスの個体が見える古い生物画による図。ハ歯型と中歯型。下にいるのは、左から、種族不明、タンクワガタ、サメハダクワガタ、細クワガタ。アルケスツヤクワガタは、昆虫湖を昆虫目クワガタムシ科に属するクワガタムシの一種。 フィリピンのルソン島、ミンダナオ島、ミンドロ島、マリンドック島、カタンドゥアス島に生息し、近似種のインターメディアツ役ガタが、パラワン島、ネグロス島、パナイ島、渋谷島、セブ島と分布域の重複は少ないが、地域によっては、両者が混在する場合もある。体調は、 オス39.8から104.3ミリ、メス44.6から54.7ミリ。体つきは全般的に太く、厚みもある。そのサイズは、ツヤクワガタ属だけでなく、クワガタ虫全般でも最大級となる。有個体の大アゴは、ハラハガタから中、ハガタから長ハガタまで多様な形状や大きさの変化を見せる。腹ハ,ハガタでは、 顎がふと短くペンチのような形状を呈し、中歯型では顎の基部に大きな歯が発達する。長歯型では大きく湾曲した、長大な顎の先端部にのみ内歯が並ぶのに対し、中央部から基部には内歯が全くなく、これは本種の特徴の一つである。同程度の体調を持つ、オス個体でも大顎の大きさや形状に、ばらつきがあるのが本種の特徴の一つで、 通常原歯型の大顎を持つ場合が多い小型個体が中歯型の大顎を持つ場合やその反対など様々なパターンが現れるが長歯型だけは 85mm 以上ほどの大型個体にしか出現しない本種はインターメディアツヤクワガタに近いとされているインターメディアツヤクワガタと本種とでは一インターメディアの方が全体的に細身で 体表が漆を塗ったような光沢を持つのに対し、本種は、やや太くがっちりしており、体表に光沢がない。二遊個体の大顎形状が異なり、インターメディアの長葉型個体では、基部に必ず長大な、内葉が発達するのに対し、本種の長葉型個体では、大顎の基部に内葉が現れる個体はない。三本種は、胸部の裏側部分に、 鍵状の突起が発達しているのに対し、インターメディアにはない。4生きている個体を比べると、触覚を活発に動かしているのが本種で、インターメディアはそれほど動かさない。といった際がある。標高が800から1500メートルほどの高地熱帯雨林に生息する。成虫はカッシルや大型草本の樹液に集まる。昼夜問わず見られるが、相対的には、 夜行性の傾向が強い。有性虫の大顎の力は強力で、先端部の歯に挟まれると皮膚に穴が開いて出血することが確実なほど。どの方の顎に挟まれても非常に痛い。頭下にも飛来する。生虫の寿命は6から10ヶ月ほどで、大クワ型族の場合と比べるとそれほど長い方ではない。幼虫は普及分解が進んだかし、C。 ラワン等のハンド化した腐食室中に見られる。孵化から8日までには約2年を要する。その生態は禁煙なマルバネクワガタゾークやカブトムシなどにも近く、幼虫は眉を作るように自分の周囲の餌を食べて成長していく。植物貿易法の輸入規制の対象ではないため、日本への輸入、飼育は可能である。 外国産のクワガタムシの中では大型であり、やや安価で、飼育も比較的多いであることで、インターメディアツヤクワガタと並んで、流通量は多く、最大級のクワガタだけあって人気が高いが、メ度、ド、サイドともに低い体色なので、フェモラリスツヤクワガタやブルマイスターツヤクワガタ、ラコダールツヤクワガタのような上羽に明るい色彩を持つ種に比べ、その点で人気が劣る。 発酵の進んで黒っぽくなったマットや、カブト用のマットを小型のコンテナに3から5センチメートルほど固く詰め、さらに容器の7割程度の深さになるまでマットを追加する。手で握って塊になる程度をマットの水分量の目安とすれば、産卵床にも幼虫の飼育にも用いることができる。幼虫は退職間で禁止瓶の残りや使用済みマットなどのような、 バクテリア等によりある程度分解の進んだ腐食質が餌として公的である。また、全幼時に眉玉を壊してしまうと死亡する確率が高くなるので、この時期の扱いには注意を要する。成虫までの期間は、オスで1.5年から2年、メスで1年以上もかかる。寒さに弱いことと成長が遅いことを除けば、飼育は比較的簡単である。ただし、 大型、長葉型のオス成虫を育てるのは難易度が高く、通常の飼育をした場合大半は、腹葉型から両葉型に成長してしまう。長葉型を飼育するには低温飼育や大型のケースを用いると良い。本種に似たツヤクワ型の仲間で、インターメディアツヤクワ型のほかオニツヤクワ型やカリナータツヤクワ型などが、フィリピンをはじめ中国南部や台湾、インド、 東南アジアにかけて広く分布する。農林水産省植物貿易所植物、貿易法の規制を受けない、昆虫類などマイナス。2011年4月10日閲覧。農林水産省、ありがとうございます。